ナキナ。皆さんこんにちは、ナキナと。カルちゃんです。このイルカが着きました。かわいいな、イルカ。着きました、イルカが。さあ、今日はですね、海底調査に来ております。来ております。海底調査のやり方は、このダイバースーツフィグをね、これですね、うん、ダイバー、これを取ってくださいね。これがないと海底にこうやって歩くことができません。海底であといろんなことができない、はい、これがあると誰ですか、あなた発見ツールでね、海底でも使えますんで。パパじゃない人いた自由に海底を調査できますよ。じゃあ今日はちょっといろいろ海底を調査してみよう。はい、じゃあ、アナキナ潜水艦に乗ってしまーす。カルちゃんはイルカに乗ります。海底調査もね、なかなか。そっちの方角にいるんだ。待ってて、うまくね。じゃあどうでしょうね、何が見つかるかわからないけど行ってみよう。わっ、いきなりエイが目の前に出てきた。びっくり。何ですか、何ですか。進めない。押されてる、押されてる。そういう感じなんだよ。出発、ね、海底もまたね、面白い魅力的な場所ですね。そしてこの海底にもこうやって、もちろん光の線出てますよね。うん。ここからはちょっと裏技チックなところなんですけど。裏技見つけちゃいましたこの平板か平板かちょっとわかんない。平板でも何でもいい。平板か。これをこの光の線の場所でまた寝たやっちゃうと、なんと宝箱ポンと出てきます出てきた、すぐすぐ出てきた、ね、これ海だけでしか使えないっぽいんで、一応海だけしかそういうのはできないから、はい、まあ簡単に見つけたい人はどうぞ使ってみてください。海の中だけだけどね。海の中だけでした。陸でやるとちょっとうまくいきません。そうそう、なので海底調査がスムーズに、まあ洞窟に入ったりしてね、楽しむのもありですけど、こういうやり方もあるということで。海底じゃないところ見えてる。まあ別にね、発見ツールでちゃんと、発見ツールツールを使ってちゃんとやってるんでね。うわ、こうやってすると本当に自分の画面が。そうなんですよ。マイクラみたいな仕様。じゃあ潜ってみよう。どうやら海底にいっぱい取ってない、オブジェクトがいっぱいありますね。これ取っとこう。それともう一個この便利ツールがランタンですね。はい、つけて。ランタンはつけたまま発見ツールが使えるんでね、すごく便利。イルカだらけ。いろいろ発見して。出してないのにイルカだらけ出した。イルカだらけですか。さあ、宝箱をゲットしに行きますよ。じゃあパパ、海底に行ってるから、海底じゃないところでやるね。出すところ。どこにいるかな。ちょっと海底やっぱ動きにくいね。寒い。さあ何ゲット。おい、王様の城ゲット。やばい、すごいのゲットしちゃった。すごいのゲットしちゃった。何これ、海底に何かいる。あ、わ、赤いダイバー欲しい。赤いダイバー知ってる。これ欲しい。前見た、赤いダイバー。女の子かな、男の子かな。赤いんで女の子っぽいぞ。欲しいな。ちなみにね、この海底、このダイバーフィグ、2人ともはぐれてどこにいるか分かんなくなっちゃってるダイバーフィグは顔とかをね、違うフィグに変えたりしてももう歩けなくなっちゃうんで、うん、いろんなものが使えない。そうなんですよ。だからもうこのまんまでね、このまんまでやってくださいね。そうです。おいやー、待ってください。なんか夜になったのかな、真っ暗だな、さらに。ねえ、ちょっと待ってください。はるちゃんはこっちの方にいる。おっ、タコとか乗っちゃうぞなんかイルカとか、あ、夜だった。
暗いね。さあ海底調査してみてるんですけど、真っ暗ですね。さあ何やら変な建物見つけました。壊れてる。この中にどうも宝箱があるみたい。これ潜水艦？これはどうやって入るんだ？いやー。よーし。これ船？こういう時はね。船じゃない？船か。ドリルとかいろいろ使って、つるはしで行こうか。つるはしもね、ちゃんと歩いてる状態であれば、これます。バコーンとね。水がぶっ。変なことになる。あった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 。宝箱発見。ダイバーだとさ、何も顔も変えなずにさ、その水の中でも宝箱が開けられるんでしょ。いや、設計図だ。設計図。おーい、恐竜の骸骨。恐竜の骸骨が見てるよね。はい、じゃあちょっとね、今回手に入れたものを実際にね、カルちゃんがいるところ、カルちゃんいるところに出してみよう。さあ、せっかく海底に行ってきたんでね、ゲットしたものを出してみよう。うん。まずこの恐竜の骸骨。うわ、買っちゃったの。これか。高そう。一回置いてみるね。いるか。でっかいじゃん。死んでるから倒れてる。こんな感じ？倒れてる。この海の中に出してしまえ。てか飛び出てる。あ、見えない。もうちょっと上に。見えないんでここに出してみよう。ちょっと開く。浮いてる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 。こんな感じで出してみよう。お。わーお、すごい。これは恐竜の骨。恐竜がなんで海の中にいるんだ。海の中で死んでたんかな、うん、すげえ。よし、入れた。本当だ、骨が透けてるから入れた。もう一個ね、これですね、王様の城というのをねゲットしたんで、うえい。やばいよカルちゃん、これめっちゃでかいぞ。うわ、でっか。これを配置してみよう。それお家みたいだ。浮いてるけど、まあいいや、一回配置してみるね。いいよ。はい。さあ、どんな王様のお城が出てくるんだ。これよりすごいじゃん。わ、結構時間かかるみたい。多分中身も多分再現してると思うよ。すごいすごいすごい。あこんな時にいた。わ、めっちゃ時間かかるみたいこれ。わあ、できてきた。ウェイ。うわ、すごい、できました。どんな？せっかくなんで騎士で行こうかな。ヒーローナイト。プリンセス。さあ、ちょっとヒーローナイトで中に入ってみよう。だからこっち。すげえお城。プリンセス一人しか持てないから、この人でいい。入ってみると、あ、ちょっと海の上に作っちゃったんでね、あの水が入ってますが。なんで水入ってる。おお、お城の中にもちゃんと階段がある。これでこう外壁に行けるわけですね。すごいね。おお、すごいすごいすごい。どぼん中落ちた。ちゃんとここら辺は登れるんだ。よいしょ。すごい。なんかこうやって行っちゃうんだけど、豪華金だ。ほんとだ。なんで登るんだよ。よいしょ。ここはここでね。あ、こっちもある。登れ、敵を。あ、あそこにもあるね。敵見張り。見張り台ですね。あっち一番高いね、あそこ。じゃあグラップルガンで行ってみようかな。よいしょ。なんだこれ。おい、なんか立ってるけど。なんでしょうねこれ。金の棒が立ってますね。うわ、綺麗。飾りだよ。飾りが立ってますね。グラップルガンでパパのところに行こう。壊せない。どこにいるのかな。一番高いところですね、後ろだね。はいはい。うわー。はい、まあこれがね、今回見張り台だね。うん、そう、見張り台だね。海底調査でね、あ、登れた一本の発見したものでした。ものでした。いやー、よかったよかった、面白かった。さあ、まあこうやってね、どんどん発見して海底もね、楽しんでいけるようにみんなも頑張ってみよう。頑張ってみよう。ダイバーを取らないとね、できないんでね。そうそう、でもダイバー取るの結構時間だったかもね。ねえ、結構ここまで来るの大変でした。うん。
結構行ってたかも。レゴワールド楽しい。ねえ。みんなもできそうな感じかな。レゴ好きにはぴったりかも。ぴったりですな。いた、いたいた。はい、見つかった。カルちゃんどこだ。はい、後ろにいます。いたいたいた。後ろにいます。はい、合流。よくわかったね。その矢印に頼みました。おー、ナイス。遊んでる。ということで、まあ、海底調査はこのダイバーが必要ということでね、みんなも海底調査楽しんでみてください。それじゃあ今回は以上です。また見てくださいね。バイバイ。バイバイ。バラバラ。イエーイ。